ポール・スコールズ、ポール・スコールズ、1974年11月16日イはイングランド出身のサッカー選手。1994年にデビューして以降、マンチェスター・ユナイテッド FC に2013年まで在籍していた。元イングランド代表選手であり、1998年と2002年に開催されたワールドカップ、エウロ2000、エウロ2004に出場している。 マンチェスターユナイテッドでは公式戦で650試合以上に出場し、歴代4位の出場記録数を誇っている。キャリアを通して120枚以上のイエローカードを提示されており、重度の退場処分を受けている。スコールズは、グレーターマンチェスターに位置するサルフォードにある、ホープホスピタルで、スチュワートとマリーナの元に生を受けた。スコールズが18ヶ月の時に、家族は、 クレーターマンチェスターに位置するミドルトンのラングレー地区に移った。オールダムアスレティックのサポーターであったが、初めてプレーしたクラブは、ラングレイファローズであった。また、クリケットでも優れた才能を発揮していた。14歳からマンチェスターユナイテッド FC でトレーニングを受け始め、1991年の夏にクラブと練習生契約を結んだ。スコールズは、デビッド・ベッカム、 ニッキー・バット、ガリー・ネビル、ライアン・ギグスらと異なり、1992年の FA ユースカップ優勝メンバーではないが、フィリップ・ネビルと同様、翌シーズンの FA ユースカップ決勝に進んだメンバーの一人である。1993年7月23日にプロ契約を結んだが、チームでブレイクしたのは、1994から95シーズンであり、 リーグ戦で17試合に出場し、5得点を挙げた。トップチームデビューとなったのは、1994年9月21日に行われたリーグカップのポートベール FC 戦であり、その3日後に行われたイップスウィッチタウン FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たした。チームは2から3で敗れたが、スコールズは初得点を記録した。年の FA カップ決勝には、 交代で出場したが、チームは0から1で、エバートン FC に敗れた。1994から95シーズンを最後に、マーク・ヒューズが、チェルシー FC に去り、スコールズは多くの出場機会を得るようになった。エリック・カントナが、長期の出場停止を受けていたため、シーズン序盤の2ヶ月は、アンディ・コールと組み、フォワードとして出場した。 公式戦を通して14得点を挙げ、ユナイテッドはイングランドのクラブで初めてダブルを2度達成した、クラブ取った。翌シーズンもリーグタイトルを獲得したが、3ゴールに止まった。1997から98シーズンは、ロイ・キーンは9月の終わりに膝を負傷し、チームを離脱したため、代わりに中盤でプレーしたが、ユナイテッドは、 メジャータイトルを一つも獲得することなくシーズンを終わりたこれは1990年代で二度しかないことだった。1998から99シーズンはプレミアリーグ、FA カップ、チャンピオンズリーグのトレブルを達成したシーズンであるが、スコールズは中心選手の一人であった。入荷するユナイテッド FC との FA カップ決勝では得点を決め、 チャンピオンズリーグ準々決勝のインテル戦ではアウェーゴールを挙げるなどの活躍をしたが決勝戦は累積警告で出場停止となった2002から03シーズンはリーグ戦で自己最多の14得点を挙げた翌シーズンはリーグ戦での得点数は減ったものの FA カップでは自己最多の4得点を挙げた2005年の FA カップでは チームの決勝進出に貢献したが、決勝の PK 戦でイエンスレーマンに止められてしまい、アーセナル FC に敗れた。2005から06シーズンは、シーズンの後半を目がかすむという症状の、視力障害のために棒に振ってしまった。原因が不明であり、現役を引退しなければならない恐れもあったが、克服し、シーズン最終戦のチャールトンアスレティック戦に出場を果たした。しかし、 完全には回復しなかったと伝えられている。2006年10月22日の2から0で勝利したリバプール FC 戦に出場し、リーグカップのポートベール戦でデビューしてから12年目で公式戦500試合出場を達成した9人目の選手となり、サーボビー・チャールトン、ビル・フォルケス、デニス・アーウィン、そしてチームメイトのガリー・ネビル、ダイアン・ギグスといった選手たちの仲間入りを果たした。 スコールズは500試合目の出場となったリバプール戦でゴールを挙げた。1から0で勝利した2007年3月3日のリバプール戦ではシャビアロンソに対して腕を振り退場処分となった。これは2005年4月以来の出来事であった。1ヶ月後のチャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグの、A、AS ローマ戦でも退場となった。 8月23日には、イングランドサッカー殿堂の候補に選ばれた。2007年10月23日のディナムキエフ戦を前にした練習中に膝の人体帯を損傷してしまい、2008年1月までチームを離脱することになり、FA カップ4回戦のトッテナムホットスパー FC 戦で途中上し、復帰を果たした。2008年4月23日の FC。 バルセロナ戦でチャンピオンズリーグ通算百0 0試合出場を達成し、セカンドレグではチームを決勝進出に導く唯一のゴールを挙げたが、その後のリーグ戦でクロードマケレレと接触し、負傷してしまった。チェルシートンの同国対決となった決勝戦で復帰を果たし、試合中に尾骨を骨折したが、ライアンギグスと87分に交代するま出場した。PK 戦の末に、 チームは6から5で勝利し、クラブは3度目となるチャンピオンズリーグ優勝を果たした。2008年9月、スコールズは電動入りを果たした。2008年12月のデイリーミラーに掲載されたインタビューでは2年以内に引退するつもりだと明かした。2009年1月24日の FA カップのトッテナム戦でシーズン初得点を挙げ、2月8日のフラム FC 戦で、 リーグ戦初得点を挙げた。2から0で勝利した4月22日のポーツマス、FC 戦で公式戦、通算600試合出場を果てだった。2010年2月16日に行われた、チャンピオンズリーグの AC ミラン戦でゴールを決め、3から2で勝利したが、ミラン相手にアウェーゴールを奪ったのはクラブにとって初めてのことであり、スコールズは3色でミラノ本拠地とするインテルとミランから、 チャンピオンズリーグの試合でゴールを決めた初めての選手となった。2010年3月6日に行われたウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦でこの試合唯一となるゴールを挙げ100得点を記録したプレミアリーグ史上19人目の選手となった。2010年4月16日に契約を1年延長し、2010から11シーズン終了後までクラブに泊まることになった。 2010から11シーズンは2010年8月8日に行われたコミュニティシールドのチェルシー戦でマン・オブ・ザ・マッチに選出され開幕戦となったニューカッスル・ユナイテッド FC 戦では2ゴールアシストした8月22日に行われたフラム戦でクラブでの公式戦通算150ゴールを達成し2010年8月の月間最優秀選手に選出された 2011年4月16日に行われた FA カップ準決勝のマンチェスターシティ FC 戦では退場処分を受けチームも0から1で敗れた2011年5月31日に現役引退を表明翌2011から12シーズンはコーチとしてクラブに泊まることになった引退から約半年後の2012年1月8日現役復帰することが発表された 同日の FA カップのマンチェスターシティ戦でベンチ入りし64分から出場した。2012年9月15日、ウィガン戦で公式戦通算700試合出場を達成。自身もゴールを飾り試合は4から0で勝利している。2013年5月12日に2度目の現役引退を表明。A 代表デビューは1997年。 オールドトラフフォードで行われ、2から0で勝利した南アフリカとの親善試合である。1998FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれ、初戦のチュニジア戦では終了間際にゴールを決めた。ワールドカップ終了後も代表に選出され続け、1999年3月27日のポーランド戦ではハットトリックを決めた。 エウロ2000予選のスコットランドとのプレーオフでは、ファーストレグで2ゴールを挙げる活躍を見せ、合計得点2から1で勝利し、チームを本大会出場へ導いた。6月のスウェーデンとの親善試合で退場処分となり、ウェンブリースタジアムで行われた国際試合で退場した、最初で最後のイングランドの選手となった。代表でも、 中心選手となる 2002FIFA ワールドカップにも出場し、アルゼンチン戦では、マンオブ・ザ・マッチに輝くが、大会終了後のスベン・ゴラン・エリクソンの中では、中盤をスティーブン・ジェラードとフランク・ランパードで構成しようとしており、スコールズは左サイドハーフで起用されるなど、地位が下がってしまった。2004年8月に、家族との生活とマンチェスター・ユナイテッドでのプレーを優先させるため、 代表からは引退すると宣言した。新しく監督に就任にしたスティーブ・マクラーレンから代表に復帰するよう説得されたが断っている。2010年5月にはマクラーレンに続いてファビオ・カペットからも2010フィーファワールドカップに向けて復帰するよう話を受けたが家族と過ごしたいとの理由で断った。しかし、 2010年7月27日にスコールズはプレイしないという選択を取ったことを後悔していると明かした。イングランド U-18、ジネディヌ・ジダンは最も手強かった相手スコールズだ。迷うことなく彼は彼の世代で最も素晴らしい選手だと述べ、ティエリアンリは疑うまでもなく、プレミアシップで最も素晴らしい選手はスコールズだ。 彼は何でもできると話した。ジョジェップ・グアルデオラは、ユナイテッドのすべての選手の中では、スコールズを選びたい。彼は、あの世代の最高の MF なんだ。私も彼と一緒にプレーしてみたかったよと語っている。また、シャビット・アンドレス・イニエスタも、スコールズのファンであることを公言ており、イニエスタは、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11。 決勝戦後にスコールズとユニフォーム交換をしている。マンチェスター・ユナイテッドとイングランドの英雄であるボービー、チャールト・ワスコールズについて、ポールは常に正確なパスでゲームを支配している。見ていてとても美しい選手だよと話し、マルチェロリッピは豊かな才能と個性を備えたオールラウンドのミドフィールダーだと述べた。BBC の解説者でかつてはリバプールの選手であったアラン・ハンセンは、 これまでプレミアリーグでプレーした選手の中でも3本確本の指に入る選手だ。彼のパスや動き、テクニックは誰にとっても手本となるよと話している。スコールズは機関支全息を患ずっている。彼は妻のクレアと3人の子供、アーロン、アリシア、アイデンとオールダムのサドルワースムーアで生活している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。